ちゃいましたね。QVC の本社ですね。もう売名してないです。はい、こんにちは、ひろきです。ちょっと雨心配でしたが、まあ大丈夫でしょう。はい、どうぞ。マリンスタジアムにやってきました。僕が千葉ロッテファンになったのは2010年の話ですね。おー、やっぱ手大きいな。本日はご来場誠にありがとうございます。さすがゾゾマリンスタジアム、風がね強いですね。そしてすげー屋台、それ以外のお客様はいっぱいあります。マリーンズストア、ここでグッズ買えます。なので買います。あー、うめ。なかなかこの距離感では見ることができないですね。はい、ではプレーボール待ってぼっちで野球観戦していきます。さすがにちょっと飲みすぎたわ。メガネメガネ。はい、ということで、今年初めてかな、今年初めての野球観戦でした。この日でないとあの席って絶対取れなくて、わかりますかね。S 席2200円。もうこれねすごいよ。それでチケットもそうなんだけど、ビールも半額だったので思わず飲んだんですけど、乾杯ガールがもしかしたら解散してしまうって言ったってさ、球場からビールなくなんねえよな。とまあそういうことで、おっさんの休日を放送するんですけど、ただそれだけ。はい、本日の動画以上となります。もしお酒を飲んでやらかした今だから言える話がしたい方、コメント欄にご記入お願いします。はい、以上 T ひろきゾゾマリンスタジアムで観戦するでした。台本全部ど忘れしたわ。